金をこう取られてたなんていうのは全然そこは知らなかったから。うちの人があんだけ叩かれたら死んでますよ、うん、本当にね。死んでるでしょ。初めてなんか相撲取りとして認められたみたいなのは福島部屋がれてそう思ったよね。皆さんこんにちは、今日もよろしくお願いします。今日はうちのあの福島部屋の一番最初の弟子のあの荒高山さんで、元荒高山で千葉さん紹介します。どうも荒高山です。どうも初めまして。どうもよろしくお願いします。あの一般の社会でこう何が習えっていうのは俺言うんですよ、いつも思うんだけど、こう別に勉強できるとか何できるっていうのはこれはだから自分のスキルで上げていけばいいけど、やっぱこう先輩に対してとかいろんなことに対してこうやっぱ仲良くできるってことはすごい大事なことじゃないですか。それができないとやっぱ結局それができないとやっぱ辛いもんになるじゃん、うん、仕事しても一緒に仕事してても、うん、確かに、うん、あのいやだからほら前の2人のね先日の時にやられた時の話聞いて、昔のその OB とかにこう連絡して、うん、あんなって知ってたみたいな、そういうちょっとだから力関とかその岩本にほらそんなことあったみたいに言うと、いや千葉さん兄弟子だからちょっと分かんないんですよって言われると、確かにそうなんだけど、なんとなくは知ったけど、でもそこまでひどかったのはちょっとびっくりしたね。だって、うん、毎回だって給料2ヶ月に6万円もらえるところを3万円4万円引かれるんですよ。それね、そのいやお金をこう取られてたなんていうのは全然そこは知らなかったから、うん、嫌だって言ってても、うん、嫌だって言ったら、うん、周りをやっぱりいじめるわけだから、うん、これもう全体でもう払わなきゃしょうがないようなシステムにするんですよ。だからそこはだから、うん、まあ、それを知ってもらいたかったのに全然、うん、知らないようなふりばっかりすんだ。いやいやそこまでは知らないでしょ、だってびっくりした。だから、うん、ってだから逆に後で聞いてね、うん、びっくりしたもんね。びっくりした正直。あだから同じ結局同じ時期に同じ部屋にいたのにっていう、こうまあ兄弟子でありながらっていうのもあったけど、うん、だまあそういうよくあの学校のいじめとかもあるけど、うん、気づかないってこともあるんだよね。そうそう、知らないうちに近くにいてもね、うん、知らないうちにそういうやっぱね、うん、やっぱずる賢いのはそういうことするんですよ。でもあの時にその、うん、まあ28で引退したわけだけども、その例えばもう25過ぎたぐらいの立場でいたら多分もうちょっと気づいたのかなという気はするけども、だから力関たちが入った時は18歳でしょ。それで弟弟子たちに年上が何人かいたから、それでいう感じだって。だからね、うん、やっぱ10年経った人がやっぱいた方がいいかもしれないですね、うん、だから新興部屋ってやっぱりその、うん、やっぱり急にこう1年経って新弟子が急に先輩になって、うん、だからそれを1年しか修行してないのにこう先輩になってもう全部もうこうやってやらせられるっていうのはやっぱり今考えたら良くないなと思う、うん、思うでしょ。だから力関たちが入った時はだから俺が一番弟子なわけだから、結局2年3年先輩のジョニー団3段目の力士しかいないわけだから、 その先輩がだから本当だったら幕下ぐらいである程度形になっとかないとね、それでこうものを教えたりするような形なのに1年でやっちゃったから、うん、だからちょっと勘違いが生まれた、うん、これは間違いないです、うん、岩本なんか棍棒で食らされて、うん、ね、ケツがブワーって腫れてっていうのもあの時もあれだったら普通あれ覚えてるよ。だからあれ俺場所中だったんだよね、うん、場所から帰ってきてパッと見たら新弟子が倒れて、うん、お前らどうしたんだみたいな聞いてしたらもうめっちゃ腫れてて、腫れてる、もう腫れてるとか、でちょっと自分でも引いた、これ誰やったんだみたいな。そう、それでね、うん、そんなにケツが腫れるっていう、そんなんも普通の人があんだけ叩かれたら死んでますよ、うん、本当にね、死んでるでしょ、まあ、特に入ったばっかだからね、うん、折れるもんじゃないからね、トラックで踏んでも折れないから、あんなの。だからあの時にだからどうしたって言って、うん、それでね、いやまあ叩かれましたと、うん、それで叩かれたやつに、まあ、なんで叩いたんだって聞いたら、
誰々さんに言われましたって言われて、うん、言われて叩けって言われて、それでお前じゃあ誰々さん、うん、その誰だよお前なんでこいつこいつ叩けって言ったんだっていう話をして、うん、いやこれこれこれで嘘、まあ、嘘をついたからっていう、うん、そんな嘘、いやいや嘘をついた、うん、嘘をついたっていうのは岩本の母ちゃんが、そうそうそう、岩本の母ちゃんがわざわざ来た時に、うん、ご飯お腹空いてるだろうって言って、うん、ご飯でも食べなって言ってみんなをご飯連れて行った時間が遅れただけで、うんうん、これをそれはなんか10年先輩だったらそういうことはしないけど、うんうん、だから1年2年の先輩はもう訳分かってないから、うん、だからそれで叩いたと、うん、だそれはだから今の時代だったらアウトだけど、うん、その当時はまあまあそれで済んだけれども、まあ自分らはまだまあ、うん、まあそこで、まあ、笑い話で堀も済んだけれども、うんうん、今じゃやっぱ済まないですよね。今じゃ無理なんだろうね。っていうか、まだったね、やっぱあの叩かれた後が、俺が見たらその力士の13年力士やった中では一番ひどい傷というか、そんな。あの時だから、まあ、兄弟子としてだから、その、まあ、18歳の時の俺として、その、へえって、もう変だし、ね、その、いや、そんなになんていうの、叩いたのにもそこまで思いっきり叩くなよっていう気持ちもあったし、お前ら、嘘ついたからってもそれやりすぎだろうっていう気持ちもあったし、だから、岩本なんかにも、お前らも嘘つくなよって、どうしようって、もう俺の中で、だからその中で、その、これはもう、誰がいいとか悪いとかじゃなくて、俺じゃあの時はもう分かんなかったもんね。うん、多分師匠も、うん、師匠も多分そのケツ見て、となったけど、その頃は師匠はほら、ね、ダメだったら叩けばいいだろうっていう、うん、まあそういう、ね、教えもあったから、うん、師匠としても、うわ、どこを攻めていいんだとか分かんなかったんじゃないのかなと思ったよね。だから、まあ叩きすぎだし、ね、そういうのもあるけどね。どこでどうなったんか俺ももうはっきり覚えてないけど、まあでも覚えてない、俺らは覚えてるよ。まあちょっとでもはっきり言って、まあやりすぎっちゃやりすぎだよね、うん、あんなの。だからそういうことがあるから、もうだからそういうふうなちゃんと規律をちゃんと作ってやっていこうねっていうのが今の相撲協会じゃないの、うんうん、俺はそれは絶対正しいと思うし、うん、だから叩かない代わりに隠れて、やっぱりさ、何でもそうだけど、うん、いじめることはやっぱりもう、やっぱりもう、これはね、やっぱもう、こう、強いやつが弱いやつをどういう形でしてやるかっていうのは、これ教えでしかないんですよね、千葉さんね。そうですね。だから、まあ、さっきね、今、力関言ったようにさ、例えば、やっぱ、これも藤島部屋のその進行部屋だったからこそ、会ってしまった、その、あれだと思うよね。あれが、やっぱ藤島部屋でも、ね、もう力関だからみんな関取になってからのさ、あそこまでやることはないじゃない。ないね、その後輩がもしそういうことやってたら、うん、あの、戒めるし、うん、やっぱ怒るし、怒るだろうし、ね、うん、なんでそういうことをするんだっていうことを、うん、じゃそれぐらいのことでそれぐらいで怒ったらダメだろっていうような怒り方をしますよね、普通はね。だからその分の、まだそこまで規律がなかったんでしょうね。だから力関岩本の時代がもしかしたら藤島弁の中で一番厳しかった時期かもしれないですね。うん、でも、あの時に、うん、まあ正直な話、うちの子供ら3人、相撲取りになってたら、うん、相撲取りやってて、あれぐらいの練習してたら、すぐ大関横綱になってるでしょうね。うん、だから、千葉さんが、うん、だから、二釜も、先代の二釜部屋もずっと見てきたわけじゃないですか。その中で、やっぱ、その当時のやっぱ稽古はどうでした？だからその、もちろん、二番目の稽古ももともと厳しかったし、すごい稽古してたと思うけども、やっぱ、まあその時、新弟子だったから、稽古よりもやっぱ雑用が多くて、稽古はしないこともないけども、こう雑用が多くて、やっぱそれで藤島部屋来て、藤島部屋の初日の稽古の時に、正直、あ、100日分ぐらい稽古したって思ったね。それで皆さん、こう、みんなね、こう、親父に稽古しろって言われてって言うけど、俺、親父に本当に、違う、この野郎、稽古しなきゃダメなんだって言われた時に、俺にしたら大関から、こう、稽古しろって言われたっていう言葉が、大関が自分のこと言ってくれたと思って、それを嬉しくて、だから初めて、なんか、相撲取りとして認められたみたいなのが、
藤島部屋上がれてそう思ったね。なんかその時は初めのもちろん初めの双子目にいたその新弟子の時の修行もすごい大事だったけども、それがあったゆえに師匠からね、だから今までもねほら入って、うん、俺師匠にさ山本稽古しなきゃダメなんだよって言われるのは当たり前の話じゃない、うん、でも俺も入門して大関で入大関の内弟子として入って、それでその次の日まあ稽古見学で見て、それであと皆さん知らない人ばっかだから、うん、どうしたらいいのかなと思って、分かんないから稽古上がりの師匠のとこ行って、それこそ呼び方も聞いてないから「高野花さん」って、自分どうしたらいいですかって大関に聞いたんだよね、師匠に。したら「おい」ってこう呼ばれて「千葉何々言うこと聞きなさい」って言われて、まあ、それっきり師匠とはまあ、たまに声をかけられることあるけども特別何もなかったからね、もうあくまで もう大関と新弟子だったから、だからまあ預かり弟子だったけども、まあこれがいいのか悪いのかよく分かんないけど、まあそこは大関の弟子だからって特別なんかされることもなく、昔は海外巡業もあったじゃないですか、ヨーロッパ行った時のなんかエピソードなんかこいつは稽古もよくします、一生懸命やります、でもこいつはね人間としては最低なんですよ、ね、スペインでそんなこと言われてどうすんのと思って